それではモモンさん、我々は一足先にウフィーレアさんのお宅で荷下ろしを済ませておきます。わかりました。私も組合で魔獣の登録が済み次第向かいます。モモンさんのおかげで大収穫でした。追加報酬を用意して待ってます。ナーベちゃん、しばしのお別れだけど寂しがらないでくれよ。後でパーッと打ち上げしようぜ。ミジンコが踏みつぶしますよ。さっさと行くである。ではまた。こちらは森の剣王と呼ばれている魔物らしい。だが安心するがよい。すでに私の支配下に入ったので、こいつを登録させてもらいたい。さようでござる。それがしは偉大なる殿に忠誠を誓ったでござる。はい。名前はどうしますか？ハムスケと名付けよう。わかりました。それでは写真か肖像画を1枚提出してください。組合での有料サービスをご利用いただいて写真を撮ることもできますよ。金を取るのかよ。ハムスケ、確か絵を描くのが趣味だったよな。え？好きだよな。特に自分の肖像画を描くのは。はいでござる。それがしの趣味でござる。よし、なら任せた。確かにいただきました。よもやそれがしの肖像画を描くことになるとは。おぬし、もしやわしの孫とともに薬草採集に行ったものじゃないか？あなたは？リジーバレアレというんだが、ウフィーレアの祖母じゃよ。おお、この魔獣は。森の剣王です。少し前に我が支配下になりました。それがしはハムスカでござるよ。なんと立派な。やはりこの世界の基準がわからない。私たちもこれから報酬を受け取りにお宅に向かうところでした。では一緒に行かんかね。来たよ。厄介だな。どうしたのかね。なんてことだい。いいから早くこっちに。
下げ、華麗に魂たちを狩りまし、くだらない。参ります。はっ、この技で華麗に魂たちを狩りましょう。シャードバックス、この一撃を食らえ。参ります。はっ、死の支配者、オーバーロードの栄光。ウンフィーレアはここにはいない。ウンフィーレア、守ってやれ。かしこまりました。ニニャ、トラップはないようだが、しかし男なんて酒があれば他はどうでもいいんですよ。そうだったのか。少しだけ不快だな。わしの孫がオフィリアがおらん。持ち物を荒らされた形跡もないことから、そいつはオフィリアをさらうのが狙いだったんだろうな。死体を隠したり連れ帰ったりすれば時間稼ぎにはなったはずだ。なのにこんな遊びをしでかすということは、誘拐がバレても問題ないと見ているのか、誘拐がバレても問題ないと見ているのか、証拠を残しても逃げ切れる自信があるのか。いずれにしろ早急に対処しないとまずいな。幸運だな、リージー・バレアレ。お前の目の前にいる私こそこの街で最高の冒険者だ。依頼するというのであれば引き受けなくもない。ただし高いぞ。お主ならば雇おうとも。何時らを雇おう。報酬はお前の全てだ。悪魔は人の魂を代価にどんな願いも叶えるという。まさかとは思うが、お主らは悪魔では。仮にそうだとして何か問題があるか。ではこれからフィーレアの居場所を探る。どうされるのですか。今回に限っては簡単だ。彼らのプレートがなくなっていた。奴らはハンティングトロフィーとしてプレートを持ち去ったのだろうよ。ロケートオブジェクトだ。目標は言うまでもないな。かしこまりました。墓地か。行くぞ、ナーベ。
1000を超えるほどのアンデッドの大軍か。お前ら門を開けろ。バカを言うな。まあいい、自力で行かせてもらう。死んでくれ。シャードバックショット。この技で華麗に、あ、くだらない。この一撃を食らえ。それでこの下等生物の処分はどうなさいますか。死んでくれ。シャードバックショット。はあ、くだらない。この一撃を食らえ。参ります。はっ。参ります。はっ。この一撃を食らう。シャードバックショット。はっ。
しんでくれ。この一撃を食らえ。それでこの下等生物の処分はどうなさいますか。カジット様、来ました。敵の前でのこのこと名前を口に出すなんてバカなのか。いや、良い夜だな、カジット。つまらない儀式をするにはもったいなくないか。ふん、儀式に適した夜か否かはわしが決めるのよ。それより、お主は一体何者だ。ある失踪した少年を探す依頼を受けた冒険者でね。名前は言わないでもわかるだろう。それともう一人仲間がいるはずだが、伏せておくつもりか。それとも私たちが怖くて隠れているのか。あの死体を調べたんだ、お主。それでそちらさんの名前を聞いてもいいかな。あ、私はクレマンティーヌ。よろしくね。聞いてもしょうがないが、モモンという。確かにね。しかし、どうやってここが分かったのさ。そのマントの下に答えがある。見せてもらおう。これのこと？そういや、やったのってお仲間？もしかして仲間殺されて怒っちゃった？大爆笑だったよ、あのマジックキャスター。最後まで助けが来るって信じてたみたいよ。ごめんね、殺しちゃって。別に謝る必要はない。そう？よくも仲間を！って激高してくれる人をねじ伏せるのが最高に笑えるのに。なんで怒んないの？つまんないじゃん。あ、実は仲間じゃなかった？あいつらは私の名声を高める道具であった。私の計画を妨げたお前の存在は非常に不愉快だ。それは謝るね。ただこいつらにはその資格があるのかな。カジちゃん、試してみようよ。その名で呼ぶな。刺激をくだらない。
この一撃を食らえ、シャードバックショット。バリス、この技で華麗に魂たちを狩りましょう。死の支配者、オーバーロードに栄光。魂たちを狩りましょう。次は参ります。参ります。はっ。はあ。
の支配者、オーバーロードに栄光。なぜだ、このわしが5年かけて作り上げた努力の結晶が、全てがこのわずかな時間で崩壊するというのか。こちらもそろそろ決着をつけようと思ってね。まあ勝負をつけようっていうのは賛成。なんで答え合わせていこうか。アンデッド、エルダーリッチか。お前だって漆黒の剣を殺すのに時間をかけたんだろ。だから私だってゆっくりやってやるさ。失明ぐらいは魔法で治すことができるが、それよりも精神支配を受けているようだな。原因は確実にこれか。オールアプレイザルマジックアイテム、英者の学館、ユグドラシルでは再現不可能なアイテムか。このままナザリックに連れて行きたいが、仕事として引き受けた以上、砕け散れ、グレーターブレイクアイテム。アインズ様、こちらをご覧ください。なんだそれは。グレーターブレイクアイテム、死の宝珠、しかもインテリジェンスアイテムなのか。お初にお目にかかります、偉大なる死の王よ。あなた様のその絶対なる死の気配に敬意と崇拝を。私の忠誠をお受け取りください。そしてあなた様の忠実なるしもべの端に私も並べていただけますようお願い申し上げます。安全を取るなら破壊すべきだが、ユグドラシルにないアイテムの破壊はもったいなさすぎる。ハムスケ、やる。殿、このハムスケさらなる忠義を尽くすでござるよ。あっそう、それよりもさあ凱旋だ。いや、くだらない。この一撃をくれ。次はこの一撃をくれ。はあ、死の支配者、オーバーロードに栄光。
シャードバックショット。この技で華麗に弾この一撃を食らえ。アリサは、くだらない刺激をくれ。仲間を守るのが責務である。我々漆黒の剣の勝利だ。シャードバックショット。この技で華麗に魂たちを狩りましょう。アリサ、くだらない。この一撃を食らえ。はっ、はっ、我々漆黒の剣の勝利だ。楽しんでくれ。シャードバックショット。この技で華麗に魂たちを狩りましょう。くだらない。参ります。はっ。仲間を守るのが責務である。はあ、この一撃をくれ。アリサ、さすがに余裕だな。シャードバックショット。この技で華麗に魂たちを狩りましょう。アリサ、参ります。はっ。くだらない。この技で華麗に魂たちを狩りましょう。たっぷり楽しんでくれ。
のはくだらん。この一撃をくれ。魂たちを狩りましょう。くだらない。はっ。この一撃をくれ。はあ。たっぷり楽しんでくれ。一撃をくれ。それでこの下等生物の処分はどうなさいますか。シャードバックショット。この技で華麗に魂たちを狩りましょう。一撃
撃をくれ。はっ、シャードバックショット。この技で華麗に魂の血を借りましょう。この一撃をくれ。下等生物不全が魂たちを狩りましょう。死の支配者、オーバーロードに栄光。この技で華麗に魂たちを狩りましょう。参ります。はっ、たっぷり楽しんでくれ。くだらない、この一撃をくれ。この技で華麗にたこの一撃をくれ。シャードバックショット。バリザ、参ります。はっ、たっぷり楽しんでくれ。